幹事社産経新聞森田です。よろしくお願いします。農産物輸出について伺います。昨日ですね、自民党の農林関連の合同会議が政策提言をまとめています。大きく8つの取り組みを求めています。政府に対する正式な申し入れは今後の話ではあるわけですけれども、提言についての農林水産省としての受け止めをお聞かせいただきたいというのとですね、それから7月に輸出国際局の新設を控えている中で、今後の政策にこの提言をどのように活かしていきたいとお考えなのかも合わせてお聞かせください。以上です。はい。昨日ですね、自民党の農林食料戦略調査会、農林部会、農産物輸出促進対策委員会の合同会議が開催されまして、稼げる輸出に向けた政策提言が取りまとめられたところであります。提言は、重点市場に向けた戦略的なサプライチェーンの構築、組織化された品目団体による総合力を発揮した輸出拡大、また輸出向けの産地の育成、輸出物流の効率化、高度化などですね、日本産の価値を生かして農業者が持続的に稼げる仕組みを構築する内容と承知をいたしております。提言では農林水産物食品の輸出拡大実行戦略において本年夏までに検討を行い結論を得るとされた事項についても触れられています。提言を参考としてですね、検討事項の取りまとめを行って新たな組織体制の下で今後の輸出政策に生かしてまいりたいと考えております。ありがとうございました。各社お願いします。どうぞ。日本農業新聞の三木と申します、はい、今朝の自民党の会合で農水省の人と農地に関する政策の見直し方針が、はい、了承されたと思うんですけど、はい、改めてその政策方針の狙いとそれと、今後それに従って政策の具体化を図ると思うんですけれども、特に、人の内プランの法制化、人の内プラン、はい、についてはどの法律にどう位置づけるのか、それと、はい、人のうちプランの法制化について、ね、はい、具体的にどの法律にどう位置づけるのかと、あと農地バンクを軸に集積集約を進めるという話ですけれども、まあ、バンクの見直しはどう進めるのかというところを教えてください。はい、本年12月に改定をしました農林水産業地域の活力創造プランにおきまして、人農地など関連施策につきまして検討を加えて2020年の6月までにですね、検討結果を取りまとめるとしたところであります。我が国におきまして高齢化、人口減少が本格化する中でですね、農業者の減少や耕作放棄地の拡大がさらに加速化をして地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念をされます。今後食料の安定供給の確保と食料自給率の向上を図りつつ輸出の促進などですね、農業の成長産業化や所得の増大を進めていく上で、生産基盤である農地が持続性を持って最大限利用されるようにしていく観点から検討しているところであります。それで人の農地プラン関連でありますが、今申し上げましたように今後適切にですね、利用されない農地が断続的に発生していく恐れがありまして、各地域において実効性あるものとしてですね、人の内プランを策定する必要があると考えております。また現在人の内プランの実質化の取り組みを進めておりますが、実質化の取り組みが終了した地域では将来中心経営体が出してのですね、農地を受けきれない見込みのところが多く存在することが明らかになっておりまして、生産基盤であります農地が持続性を持って最大限利用されるようにしていくことが必要であると考えております。現在与党とも相談しながらですね、検討を進めているところでありまして、速やかにこの検討結果を取りまとめてまいりたいと考えております。また農地バンク関連でありますが、この農地の利用集積に向けた農地の賃着をですね、促進するルートにつきましては、市町村の農用地利用集積計画に加えまして、農地バンクの農用地利用配分計画など、今、複数存在をしている状況になっています。市町村のこの農用地利用集積計画はですね、個々の要望に対応した相対の賃借を実現するものでありまして、これを重ねても、
農地集約化などの地域の農地利用の望ましい姿を実現することは難しいと考えております。この件につきましても与党とご相談しながらですね、検討を進めているところでありまして、これも速やかに検討結果を取りまとめてまいりたいと考えております。はい、どうぞ。毎日新聞の浅川と申します。はい、不良問題に関する検討会についてお伺いします。昨日直近3回目の会合で議論された対応の方向性の骨子案が示されている、公表されているんですけれども、この骨子案がどのような問題意識でのものなのかというのをお聞かせいただきたいのと、はい、合わせて議論中かとは思うんですけれど、大臣の大臣議論中かとは思うんですけれども、大臣の所感を、はい、お聞かせください。はい、水産庁ではですね、この4月から、不良問題に関する検討会を開催をしてまい、りました。この検討会では、従来取れていた魚が取れずにですね、取れていなかった魚が取れるといった状態が複数年にわたり継続をして、これまでに待ったこの短期的な不良とは異なる状況、が生まれている中でですね、こうした変化は地球温暖化ですとか、あるいは海洋環境の変化などに起因すると見られることからです。不良問題の対応の一環として環境対策の推進への対応を考えていくとしたところであります。このため検討会で議論された骨子案におきまして、中長期的な資源変動への漁業の生産段階における対応方向と合わせてですね、この環境問題への対応として ICT や漁場予測の活用など、燃油使用量の削減や将来の漁船の電化等の研究社会実装について触れているところであります。またこの地球温暖化や海洋環境変化などによる資源変動に対してもですね、複数の漁法ですとか、あるいは魚種の多様化等を進めることも指摘をされております。次回検討会で取りまとめが行われる予定でありますが、検討結果についてはですね、水産基本計画の見直しにも生かすほかですね、緑の食料システム戦略の一環としても取り組んでまいりたいと考えております。